1位で、はい、ルヴァンカップ京都サンガ FC 負けと負けとましたね。今日は何か起こりそうな、はい、気配もありましたけど、前半15分ぐらいまではいいですけどね。ね、なかなか15分はね、なんかもう優勝しちゃうんかっていうね。あ、ハトが来ました。ハトとてくれ、パト、パト助けてくれ。おい、助けてほしい、パト。いやーマジで、マジで、あの水若さんが言ってたあのデー タ, データあったじゃないですか。あの、はいはい、ありましたね、ボールポゼッションしながら相手陣内に攻め込めてるかどうかみたいな、それはめちゃくちゃ今日の試合も感じましたけど、ね、そっからなのよ、最後のね、ペナルティーエリアの中ね、そっからなんよ、もうペナルティーエリアの中スペースゼロなんよね、うん、これどうしたらいいんですか、これやっぱちょっと時間かかってるんですかね。ね、でそのもうなんかパス数センチずれるとか、ずれるとか、そういうのも、まあ、相変わらず多い。多い、はい、やっぱ今日は本当そのいろいろあった試合のなんかを後なんで、今日勝ってこっからやっぱ 逆襲していくっていう、ね、ストーリーが見たかったですよね。漫画みたいなストーリーにはそんなうまくはいかない、いかなかったっていう、ね、なかなか、うん、1点が遠かったですね。そうですね、まあ、PK も入らず、宇佐美のね、PK なんすよ、1もね、真正面いっちゃってるとこもまだちょっと、あの武蔵ちょっと心配ですよ ね武蔵ちょっとしんどいですね、多分今精神的にもしんどそうな、イップス、イップスでしょこれ、イップスですかね。いやなんかもうなんかあの一個小細工っていうかワンフェイントあったじゃないですか、 PK の、ね、もうあの時点ちょっとあやばいかな、ね、やばいかな、ちょっと嫌な予感してもうたんですよ。ちょっと迷ってましたかね、そうなんかあれで、うん、コースも真ん中ゴロ、うーん、まあなかなか厳しかった、厳しかった。まあ4失点ではなかったけれども、4失点、4大量失点のジンクスはまあ収まってて、負けんの回、4敗、はい、まあ、まあ、で試合終了もブーイングと、まあ、歓声が混じったような雰囲気ですよね。だ応援は結構すごかったですね、今日は結構、ね、みんな熱入ってやってましたけど、うん、大きかったですね。そうですよね、だからこそ次新潟戦、まあ、リーグが、ね、日曜日、新潟でもルヴァンもこれ首位じゃなくなったのかな、もう今日ね、多分向こうもね、どうなんですか、1対1で引き分けてますけど、いやーマジでマジで勝てよ、まだルヴァン可能性残ってるんで、可能性残ってるけど、まあまあまあ胸に光る星を見ろって感じっすね。そうなんですよ、最後ね歌ってましたけど、あまあまあまあもう、まあまあ、最後なんかゴールね、取るとこだけ自信持ってやってほしいですね。まあほんまそうっす、信じてやるしかないんで、まあ次また応援しましょうか、頑張っていきましょう、新潟も、はい、諦めていきましょう、ありがとうございました、ありがとうございました。